495系電車は、日本国有鉄道が製造した、事業用交流直流両用電車である。クモ494から1966年に、日立製作所、カサト工場で製造された、河川試験用の高直量用試験車である。クモ495系クモ494、型の2両でユニットを組み、1編成2両のみ製造された。 すでに使用していた、雲屋93型や雲屋492.493型と同様、河川状態を走行中に測定する機能を有している。製造当初は高速運転時の終電特性を解析する目的から2両とも、パンタグラフ BS16 バイトを2機搭載していたが、雲屋494型のパンタグラフが終電、測定の切り替えができるのに対し、 雲屋495型は測定専用で、終電はできないことから、測定や試験の内容により使用するパンタグラフの個数を使い分けられるようになっていた。外観は当時運用されていた高直流急行型電車がベースになっているが、前面は非貫通で、細いピラーにより分割された局面の三枚窓となっており、正面窓の凍結対策としては熱線入りガラスを、 使用している。また、車体の裾絞りもないため、他の国鉄新性能電車にない独特の衣装となった。電装品やブレーキ機器は483、蛍光直流特急型電車のものをベースに、直流、交流の3電源に対応するため、変圧器は、交流 50Hz 用の t m q を改良した、t m q a を搭載している。台車についてはより高速での走行に対応可能な。 新型台車が採用された。また、全体的に、低屋根構造になっており、強小建築限界トンネルが存在する、身延線などへの入線も、可能だった。車体塗色は、国鉄硬直療養事業用車の標準色とも呼べる、赤13号をベースにクリーム4号の、全面系解色と、交流6 0ルツ式別用とされる側体が入った、ものであったが、 直流専用化改造後もしばらく塗装変更されることなくローズピンクの直流専用車として異彩を放っていた。その後1988年秋に直流専用事業用車標準色である青15号と木5号の組み合わせに変更された。車内は雲屋494型に河川関連の測定機器を扱う総合操作版。 測定機器からの情報を表示する契機、記録用のお城グラフを内蔵した、記録版を中心に他にも必要に応じて、機器を持ち込めるようになっていた、測定室、測定機器の電源として、専用の電動発電機が収まる、電源室、雲屋495型には、工作、物品室、暗室、資料整理室、便所を設けたほか、両者ともに、河川観測用のドームを備える、 監視室、屋根状や床下に収まらない、変圧器などを車上に搭載した、高圧機器室、床上設置型の冷房装置があった。申請後はかつた電車区に配置されたが、1971年に、向こう町運転所に転属。その後1975年、金沢運転所に転属。直後に、末東工場にて牽引車代用として、使用できるよう改造が行われ、 製造当初は自動連結器だった運転台側の連結器を相当連結器に交換、連結器周辺には多形式との連結に備えてジャンパ線を増設した。さらに1982年には電気検測車としての改造が実施され、クモヤ495型は連結面側のパンタグラフを撤去、運転台側のパンタグラフは下枠交差型のものに換装された。 雲屋494型、雲屋495系とも車内の設備や機器変更により、車体側面の窓や扉配置は改造前と異なるものとなった。また屋根状に冷房装置を増設した。1987年の国鉄分割民営化後は、東海旅客鉄道に引き継がれることになったが、JR 東海の在来線には交流電化区間がないことから不要となる。 交流機器を撤去し、分割民営化直前の同年3月28日付で 193K50 番台に形式変更された。この際に、クモ494型のパンタグラフのうち1機は、終電機能を撤去、下取り専用パンタグラフとなった。代替車であるキア 95K の登場により、1998年1月10日に廃車となった。ありがとうございます。